どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日は、えー、ポイントサイトの案件紹介ね、えー、解説していきたいと思います。で、あのー、この、えー、ポイントサイトの案件自体がね、あと1日と12時間ぐらいでね、えー、終わってしまうキャンペーンですので、まあ、ちょっとね、 取り急ぎ、えー、動画を撮らしてね、解説させていただきたいと思うんですけども、え今回のポイントサイト、まあ私の <laughs> 動画でね、結構紹介させていただいている EC ナビ、EC ナビのえネスレ冬の良い,い買い物キャンペーンということでね、こちらね、案件をね、紹介させていただきたいんですけども、40万ポイントということで、まあ EC ナビの場合はね、4万円で今、 案件が出ておりますんで、まあこちらね、ネスレのいい買い物キャンペーンとなっておりまして、え初回分は最大5万5千分お得な定期便お届け便ということでね、えー、公式サイトのね。 トップにもね、書いておりますんで、えー、ぜひね、こちら、利用してみ、あの、利用したことない方はね、ぜひ狙ってみていただきたいなと思います。で、先にね、ポイントサイトの、えー、注意事項なんですけども、えー、こちら、えー、新規の方限定となっておりますんで、まあ、今現在、もしくは過去にね、えー、レスレの定期便の案件を利用したことある方はね、残念ながらポイント対象外となっておりますんで、本当に気をつけてくださいね。あの、もらえなかったらもったいないんでね、はい。 ぜひね、新規の方だけ利用できるっていう、えー、今回のこの動画ではですね100ある説明のうち、まあ、90%しか説明ができないんですよね、うん、意味深ですね。 ちょっとね、私の動画でもですね、ポイントサイトの案件紹介でですね、ちょこちょここういう意味深発言をさせていただいておりますけども、えー、もしね、詳しく聞きたいという方はね、ぜひ、あの、ツイッターの DM で、あの、メッセージいただければ全てお答えさせていただきますんで、あの、もし、わからないという方はね、あの、ツイッターの DM いただければなと思います。それではね、えー、いい買い物キャンペーンね、解説していきたいと思うんですけども、え、1回目から、まあ、4回目、 4回のね、えー、定期利用っていうのがね、必要となっておりまして、まあ、5回目以降は、まあ,あの、ご自身で検討していただくっていう形になるんですけども、1回目の購入が1万円以上6万5千円まで注文できるんですよね。で、そのままちょっと話聞いてくださいね <laughs>。で、2回目注文で1万円以上の注文が必要というふうになっております。で、1回目と2回目は、えー、1回目6万5千円 ギリギリまで注文したとしますよね。で、2回目1万5千円注文したとしますよね。こちら仮の話としてね。そうすると、本来6万5千円分の注文している。で、2回目は1万5千円注文している。そうすると、まあ本来はえ8万円の請求が来るはずですよね。まあ6万5千円と1万5千円注文しているわけですからね。なんですけども、えー、今回はね、このいい買い物キャンペーンということで、 なんとこの6万5,000分の、えー、初回注文した6万5,000分なんですけども2回目1万5,000分注文してますよね。ですので2回目と同額の金額を支払うだけでいいんですよね。ということは1回目6万5,000円2回目1万5,000円注文してますけども、えー、1万5,000円1回目2回目1万5,000円。 で済んでしまうということで6万5,000円分の注文が1万5,000円分の支払いでね OK っていうことになってるんですよね。で、えー、3回目以降は、えー、1,000円以上の注文4回目以降も1,000円以上の注文ということですんでまあ、仮にね、まあえーまあ、2,000円2,000円注文した場合になると、えー、2,000円。 の請求、2000円の請求なんですけども、この2つにはね、送料がかかってしまいますので、まあ、2500円、2500円ぐらいのな感じの請求となります。そうすると、えー、今回のね、えー、このポイントサイトの案件に乗れるということで、えー、ポイントサイトから4万円分のポイントがもらえるっていう形となります。まあ、これはね、えー、今回のこのキャンペーンは、えー、ネスレ の、えー、このいい買い物キャンペーンということで、えー、1、2回目のね、あのー、6万5千円の、えー、購入金額に対して、まあ、お試しみたいな感じで、えー、ネッセルの商品たくさん使ってみてくださいっていうね、形で、まあ、こういうキャンペーンが作られていると思うんですけども、でも、6万5千円の商品が1万5千円で購入できるってなったら、 いいですよね。うん。で、私自身もですね、まあ、ここまで高額ではなかったんですけども、以前ね、こういう、まあ、初回、結構大きめのね、えー、ネスレの商品をね、購入してみたいなね、やったことあるんですけども、えー、すごい、 大きい段ボールできますんで、まあ、あの、こちらの案件ね、利用する際はですね、あの、ぜひ、あの、お家をね、ある程度、スペース確保しといてくださいね。かなり大きい段ボールが、2、3箱一気に飛んできますんで、結構、おってなりますんで、あの、私もね、結構、あの、最初、あの、注文した時は、あ、こんなに来るんですねって言って、あ、こちら全部一緒です、みたいな感じで、あの、高いの方もね、言ってましたんで、まあ、そういう意味でもですね、ある程度、あの、 心の準備が必要。まあ、あの、お家のスペースとかもね、あると思いますんで、あの、その点ね、あの、注意していただけたらなと思います。えー、いかがだったでしょうかまあ、今回はね、えー、ネスレ、冬の良い,い買い物キャンペーンっていうのね、紹介させていただきましたけども、まあ、もしね、この東急ルート、EC ナビが東急ルートをね、開通することができればですね、この4万ポイントも ANA マイルにね、交換することができますんで、えー 個人的にはね、まあ EC ナビがいいかなと思っているんですけど、まあすぐね、あのー、ANA 周りに交換したいっていう方はね、ちょっとポイントサイトのポイント案件だと、ちょっとね、価格下がってしまうんですけども、もう一個ね、えー、ポイントインカムっていうのね、案件3万6000ポイントだったかな。えー ありましたんで、まあそちらはね、まああの、どちらがお得かでね、皆さん決めていただけたらなと思いますんで、まあどちらでもね、私はいいと思うんですけども、一応今回ね、紹介させていただくのは、今現在で、まあ、ポイントがね、一番高いのが EC ナビだったので、 まあ今回ね、まあ、EC ナビで紹介させていただきましたけども、まあ、ポイントインカムでも、ね、もちろん OK だと思いますんで、まあ、そこら辺は、ね、皆さん選択していただいてあの利用していただけたらなと思いますで、まあ、最後にねもう一度言いますけどもあの今回説明させていただいたあの案件紹介なんですけども、まあ、100%を100%ね、うん、100%中100%説明できてない部分が あります、まあ、あの、聞いててね、はみたいな感じで、まあ、思った方ね、まあ、一部いると思うんですよね。ですんで、まあ、もしね、あの、何、何言ってんのみたいな感じで、ちょっと疑問に思った方はね、ぜひね、あの、あの動画の内容、何かシーンがあったんですかみたいな感じで聞いていただければ、あの、お答えさせていただきますんで、Twitter の DM いただけたらなと思います。まあ、でもね、いいですよね。 4万円もらえますからね。これ、え東急ルートに換算すると、3万マイルになりますからね。うん。一撃3万マイルですね。いいですね。早く EC ナビのポイントサイトね、東急ルート開通を願うばかりですね。えいかがだったでしょうか。今回は、えネスレのいい買い物キャンペーンね、あの、簡単に解説させていただきました。で、最後にもう一回ね、あとね、1日半ぐらいで終わってしまうキャンペーンですので、まあ、もしね、利用されたいっていう方はね、 早めに利用されることをお勧めします。まあ、今回の動画はね、まあ、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のツイッターではですね、えー、普段のことから、本当に普通のことまでつぶやいてますし、えー、ポイントサイトの案件とかもね、つぶやかして、リアルタイムでね、つぶやかしていただいたりもしております。このチャンネルではですね、えー ポイントサイトの案件。まあ、ANA AN マイルのことを実際に、えー、ANA マイルを貯めるね、ポイントサイトの運用方法なんかもね、えー、こんな感じで紹介したりしております。それ以外には飛行機の搭乗レビュー、マリオットボンブイの宿泊レビュー、お得情報、クレジットカード、私の大好きな街ニューヨークの紹介なんかもね、させていただいたりしております。ぜひ、えー、このチャンネル見ていただいて、チャンネル登録もね、ぜひしていただければなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。